3300万持って死んだの。はい、どうもおばけです。本日は日本一安いと言われている弁当を買いに行きたいと思います。大阪のスラム街と言われている場所なんですけども、本当はそんなことないんですけどね。ここに100円の弁当があるみたいなんで、どれくらいの量なのか、どんなおかず入ってんのみたいな、ちょっと気になるんで行ってみましょう。よし、ちょっと今日こそちょっとスーパーマリオでいけるな、今日はいけるな。目的の場所までやってきました。通天閣、あちらなんですけど、通天閣の近くなんですけども、前500円ホテルとかもここで泊まったんですよ。物価がとにかく安い。物価が安いってなんか海外の話してるみたいなんですけど、弁当を求めて散策していきましょう。なんか酒の匂いすごない？やったらパトカー多いな。なんであんなパトカー多いんやろな。こう来てからもう3台ぐらい見たで。警察や。安すぎて。1800円やで。すごいマジだ。誰喋ってるの？え？おじいちゃんが来いっての？ここ。3300万円。持って死んだんやで、このホテル。3300万持って死んだの。誰がですか？ある人が、本当にテレビ出たんだよ、ここ。聞いてこいよ。ありがとうございます。すいません、おじさん、あのちょっともう一個聞きたいんですけど、あのこの辺100円で売ってる弁当って知ってます？はい、そんなんないよ。そんなんないのか。どうした？すいません、ちょっといいですか、はい、この辺で100円で売ってる弁当とか。はよこなない。はよこな。5時から6時ぐらいない。時間もっと早くってことだ。うん。警察が回ってきるからうるさいね、ここ。警察今、なんかめっちゃ肩回ってますね、今。うん、回っとんの。なんでなんですか？薬物が多いから。ああ、そうなんですか。すいません、ありがとうございます。なんちゅう町や。3300万持って亡くなったって。なんでそれを俺に伝えたかってんやろ。あれ何？弁当屋みたいな感じは。値段とかってこれ大体250円ぐらいぐらい、はあ、分かりました。ちゃうかったな。100円の弁当はどこだ。また買ったからだ。あ、お弁当って書いてる。ほら、あ、これ黄色くて、いくよ、ここさっきなったわ。買うわ。100円やで。すいません、これください。100円です。100円めっちゃ安いですね、うん、はい、ありがとうございます。というわけで無事弁当買うことができました。100円でマジで売ってたな。これを食べたいと思います。ただいま。というわけで買ってきた弁当を食べていきましょう。エビフライと唐揚げ2つと、これすごない？卵これ多分3つ入ってんで、これ100円。すげえな。食べる前にちょっとお知らせなんですけども、2月の10日土曜日にビレッジヴァンガード高円寺店アメ村店でお渡し会見を配布します。数に限りがございますので皆さんお早めにお願いします。そして同じく10日の土曜日の18時からギフティーツアーの一般採取チケットが販売されます。こちらも先着順になっているので皆さんぜひ遊びに来てください。3月の7日にはファーストミニアルバムが発売されます。皆さんよかったらお買い求めください。それでは食べていこう、この流れで。いただきます。米だ。ソースかけて、うん、普通にちょっと衣が多いけどぐらい。半熟具合がめちゃめちゃうまそうなんですけど、これで100円ってすごくね。コンビニのやつでも安くて290円とかかな。うん、ほんま普通の無駄もなく、あ、唐揚げめっちゃうまいねんけど、あ、めっちゃ好きな唐揚げ。ごちそうさまでした。
ちょっとぶっちゃけ100円っていうところでどうなんかなって思う部分はあったんですけど、全然美味しかったです。米もベチャベチャとか硬いなとかじゃなくて、普通の美味しい白米やし、エビフライに目玉焼き3つに、で唐揚げ2つでしょ。ミニバーグってどこ？